鎮は中国の南北朝時代に江南に存在した国、南朝の最後の国。南朝張りの重臣であった陳羽先は、後継の乱で王相弁と共に鎮圧の功績を立てたが、後に王相弁との対立が表面化し555年9月に陳羽先は王僧弁を健康に殺害し、小方、佐都氏を刑務門として即位させた。 陳派戦派領の実験を掌握し、2年後の557年10月に、刑務課から禅状を受けて、鎮を建国し、ここに針は滅亡した。陳派先は武帝として即位し、英帝と剣母とした。しかしこの即位前から、針は公領と分裂しており、その西針は公領を拠点として、独自の政権を継続させていた。さらに、 領の残党も英州を拠点として、領の復興を図っていた。こうした事情から、陳の領土は、元の領のすべてを継承したわけではなかった。国名の陳は陳派先が領から、陳王に封ぜられたことに由来する。559年に武帝は崩御し、第二大皇帝には、おいの文帝が即位した。文帝は、北西の信仰を撃退し、王相弁の勢力を再結集していた。 朝高中流の召集の王林が、栄華王将僧を皇帝としていた針を滅亡させ、さらに、林仙の州進む、余想の熊く森、り、秋ら、東洋の留井、県安の鎮高ら王などを国内各地における反乱を、鎮圧し、国政に尽力して、内地を安定させ、減税と石鹸に努めて、人心を掌握して、鎮を安定させた。566年に文帝は崩御し、 長男で皇太子だった陳白州が即位するが、568年に叔父の陳に敗され、第四大皇帝には陳が先帝として即位した。先帝は石鹸と減税など民政に励む一方で、軍事力を増強し、北西の弱体化に乗じて、これを攻め、北北の地を奪取した。しかし578年に、北西を滅ぼした北州に敗れ、江北を奪い返されてしまった。 582年に選帝は崩御し、皇太子の陳祝法が即位した。だが祝法は相当な暗君で、貴妃、朝礼家と共に凶楽に溺れ、陳脚教、専門家ら関心を徴用して、国政を乱し、有教にふけって、政務を顧みなかった。このため陳の国力は衰退の一途をたどり、588年から北州を滅ぼして成立していた。 隋の文帝が五十万の大軍を難化させると、陳は抵抗しきれずに五百八十九年に祝法は降伏して、陳は滅亡した。ここに四百年に及ぶ、疑心南北朝時代が集結し、大陸は隋に支配されることになった。なお、祝法は暗君だったことが逆に幸いして、文帝に警戒されず、生かされることになり、陳の皇族や官僚、おびただしい捕獲品とともに、 長安に送られた。陳は、祝法の悪性が、結果的に滅亡の一因を成したが、それ以外ではやはり国力の弱小が挙げられる。陳は建国当時すでに、四川や上陽、香料など用地を失っていた。また陳は、長江という天然の要害を利用して、存続していたが、四川や上陽を失っていたことは、長江上流の地から攻撃を受けた際に脆弱な。 防備体制しかないということであり、隋の文帝は、北方より収穫の早い南方の弱点をつき、常に収穫期に戦争を起こして、陳の国力を疲弊させ、このために滅亡時には、安食城を守った、小里市や公安を守った、陳治が隋軍を恐れて逃げ出したように、共栄領より東を中心にほとんど抵抗力は残らなかった。 両幕期の法茎の乱により健康など江南の主要都市の大半は戦火により荒廃したが、これにより河北から亡命して江南に成立していた貴族の上部構造は完全に壊滅した。またこのような混乱期に江南では各地で軍友が拡挙したため、陳派先は彼らと婚姻関係や親類関係を結んで怪獣作に出ている。 生が同じというだけで陳宝王を皇族と認定してその子女に大将の借位を与える恩典まで授けたため、陳の皇帝権力は非常に弱かった。国力は脆弱だったが、後種の時代には文化が乱熟し、陸朝文化の域として隋や唐の文化にも影響を与えた。ただし陳が滅亡した際、隋により首都健康の建造物や、 文化の象徴たるものはことごとく破壊された。高素不定製造、文定ハイテリン海洋、構造選定後主。ありがとうございます。